民進党小西裕之が悪で,まで大炎上北朝鮮問題で先日、民進党の小西がツイッターでこのような発言をいたしましたアメリカと北朝鮮が戦争になれば嘉手納基地がミサイル攻撃の標的になるアメリカ本土ではなく日本が戦争に巻き込まれるなお、この写真こそが安保法制が不要の理由アメリカは日米同盟なしに戦えないとなっておりまして 小西さんん頭大丈夫なんでしょうか先日もアメリカはシリアやアフガニスタンのイスラム国を攻撃し戦えておりますのでアメリカが戦争を起こすかどうかは日米同盟は関係ございませんアメリカは自国を守るために北朝鮮に対して軍事行動の準備をしております ただ、当然、日米同盟も関係あり、日本には北朝鮮が攻撃してきても攻撃し返す能力がございませんので、代わりにアメリカ政府が、米軍が、日本を攻撃したら北朝鮮を攻撃するぞと警告をしているわけです。そういった中で、なぜこのような悪質なデマを小西は垂れ流すことができるんでしょうか。本当に今ですね、 日本国民が日本全域が戦後最大の危機に見舞われているのにあたかも北朝鮮を支援するかのようなデマを垂れ流す民進党や小西は絶対に必要がない存在であります。北朝鮮はずっと何度も何度も日本を標的に攻撃を行うと宣言しております。 そういった中で北朝鮮に対して何をすればいいのか何ら建設的な提案がなくそれどころか日本を守るための安保法制や日米同盟を否定するこれでは民進党は暴力団のように存在してるだけで国民が危険にさらされるそういった存在になってしまったと断言するしかありませんので皆様民進党が 小西博之が日本の政治から国会から排除されるように、法律の範囲内でご協力をお願いいたします。では以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。